羽生結弦ゆずるが生み出す脅威の付加価値。納期2年待ちボールペン登場に専門家も興味津々ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成した羽生結弦、ゆずる27の衣装をモチーフにしたボールペンが大きな反響を呼んでいる。地元宮城仙台の百貨店藤崎が 15から28日の期間限定でオンライン予約販売を開始。納期は2024年8月中旬以降にもかかわらず、注文殺到に関係者から驚きの声が上がった。今回の企画は、地元に貢献してきた羽生に感謝の気持ちを伝えたいとの思いから実現。同県の伝統工芸品、玉虫塗りを手掛ける東北工芸製作所が2月の北京五輪のフリーで演じた。 テントチとなどで着用した衣装をイメージし、同社の職人が一つ一つ手作業で作り上げる。値段は1本8800円で黒、赤の2色ボールペンとシャープペンの一体型だ。店頭販売はされていないが、同店で開催されている、羽生結る店2022-15から28日、事前予約制で見本を展示中。ボールペンは1人1本のみ購入可能でありながらも、納期は異例の約2年待ち。 東北工芸製作所のサウラ緑常務は、私も羽生さんのファンですが、これほどまでに広がるとは思っていませんでしたと目を丸くするほどだ。そんな中でも、あえて販売本数に制限を設けなかった。藤崎の広報担当者は、これまでの本数は差し控えますが、多くの羽生さんのファンや皆様にお届けしたいと思っています。お待たせしますが、多くの方に商品をお届けしたいとの思いですと説明。 ファンも理解を示しており、待つことも楽しみの一つですなどと前向きな言葉が目立っている。いかに売り込みをせず、売れるようにすることも定義の一つであるマーケティングの見地からも興味深い事例だという。日本マーケティング協会の河野康彦氏は、ボールペンは差別化しにくいものですが、羽生結弦さんというブランドがつくことで、すごいブランド価値が生まれたのではないでしょうかと分析したプロ転向から2ヶ月。羽生結弦は、 あらゆる付加価値を生み続ける東スポエブ、羽生譲るをしたう、4回転大マリニンのジャンプに注目、ベテラン記者コラム、伊藤みどりさんが長野五輪を前に現役復帰したことがある。1996年1月の全日本選手権で4大会ぶりに優勝したのだが、その直前の練習を取材しに行ったのが、フィギュアスケートを間近で見た最初の機会だった、練習だったのでリンクサイトで見ることができたのだが、 その時伊藤緑さんがトリプルアクセル、3回転半ジャンプを飛んだ時の高さ、着氷した時の衝撃音の大きさは、今でもありありと思い出される。もう四半世紀も前のことだ。今では女子選手の多くがトリプルアクセルを飛ぶ時代になった。9月17日に女子フリーが行われたロンバルデュアイ、イタリアでも渡辺蓮果てが冒頭でトリプルアクセルを決め、坂本香織を逆転して優勝した。それが男子になると、 米国の17歳イリア・マリニンが世界で初めてクワッドアクセル4回転半ジャンプを国際スケート連盟 ISU 公認大会で成功させた9月14日に米ニューヨーク州レイク・プラシッドで行われた US インターナショナルクラシック男子フリーの冒頭で決め敵来栄え点 GOE は1.00点を獲得した観衆は100人ほどだったようで観客席はガラガラだったが 熱心なファンがスマホで撮影した動画をインスタグラムやツイッターに投稿すぐさま世界中に拡散したマリニン自身もインスタグラムのストーリー機能でこれらの動画を紹介する形で世界初の快挙を誇った米国フィギュアスケート協会 USFS を通じてとても気持ちが良かったと喜びゆず ハニュ弦が間違いなく僕を刺激したとコメントしたマリニンは今年4月にエストニアで開催された世界ジュニア選手権で優勝し大会後からクワットアクセルに取り組んだという強化合宿中にマリニンがクワットアクセルを成功させた動画を USFS が公式ツイッターで公開したのが5月12日のことだそれから4ヶ月ついに試合で成功させたさらに興味深いのが マリニンが演技後半の最後のジャンプを連続にして、3回転ルッツにトリプルアクセルをつなげたことだ。この連続ジャンプで GOE を含めて17.21点をマークしている。今期からのルール変更で、ジャンプの着氷後に直ちにアクセルを飛ぶことの扱いが変わって、2つ目のアクセルの基礎点が従来の0.8倍から1.0倍に増えた。昨期までは前向きで踏み切るアクセルを連続ジャンプの後半に飛んだ場合、 優しいと判断されていたが、これが変更されたわけだ。例えば、羽生結弦が2018から19年シーズンに世界で初めて成功させた4回転トーループ、トリプルアクセルの連続ジャンプの基礎点の合計は14点だったが、今後は17.5点になる。このルール変更により、マリニンのように2つ目にアクセルをつける連続ジャンプを飛ぶ選手が増えると予想されているインスタグラムのアカウント名を クワットゴット、4回天王にしているほどジャンプに自信を持つマリニン。今季のグランプリ、GP シリーズは、第1戦スケートアメリカ、10月21から23日と、第2戦フィナンド杯11月25から27日に出場を予定している。どんな躍進を遂げるのか、楽しみだ。マキ地、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしく。